はい、こんにちは。ピアノレッスナーのゆうきです。このチャンネルでは、ピアノに関する様々な情報とか、最近ではアプリ紹介などもしています。よければ、右下のボタンからチャンネル登録お願いします。はい、皆さん、コードネームってご存知でしょうか？よく、ポピュラー音楽の楽譜の上の方に書いてある、あれですよね。コードネームっていうのは、アルファベット一つで、和音、つまり、音と音の組み合わせですね。それを表すことができるので、こちら理解できるようになるととても便利です。というか、ポピュラーとかジャズ関係の人は、まずこのコードネーム読めるようになるっていうことから始める人も多いですよね。例えば、ポピュラー関係の人で、まあ伴奏はコードネームで、こう和音をこう弾きながら、メロディーは歌で弾き語りをする、なんていうことができるわけですけれど、もうあの場合でしたら歌詞が書いてあって、その上に一つずつアルファベットがこう書いてあるだけで、こう和音がこう和音の伴奏が作れるっていうことなんですけれど、このコードネーム、特にクラシックを専門にやってた人、それからまあ街のピアノ教室で普通にピアノを習っていた人って、意外とコードネーム苦手な人とか、コードネーム全然やったことない人って多いんですよね。私は音大のピアノ科出身なんですけれど、やっぱりクラシック専門でやっていたので、大学に所属している時ってコードネームほとんどわからなかったんですよね。まあ今の音大はコードネームを結構教えるところって増えてきていると思いますが、私が行っていた頃って別に必修とかそういうわけではなかったです。むしろなんとなく私の周りには、いやコードネームわかって意味あるの？みたいな雰囲気が、まあ私の感覚ではあったような気はします。まあクラシック関係の音大では、和音の勉強は和声学というので学ぶんですね。こちらはほぼ全ての音大で必修で、普通の音大生はこちらを勉強します。この和声学、和音の仕組みとか、和音がどういう風に進行していくかっていうことを理解するためのものなんですが、これは西洋のクラシック音楽で発達したものなので、クラシック音楽を理解していくにはいいんですけれど、やっぱりコードネームに比べると勉強色が強くて、ちょっととっつきにくいんですよね。まあ、なので一部の音大生からは、和声学の授業が眠いとか、和声学なんか決まりがたくさんありすぎてよくわからないというふうな声が聞かれたりするんです。そしてこの西洋で発達した和声学の理論っていうのが、アメリカのジャズ、20世紀に入ってからアメリカのジャズの発展とともに、より和音が一目でわかりやすいようにコードネームが生み出されたんです。そのジャズってその場でこう奏者が合わせるじゃないですか。どの和音を演奏するかっていうのが一目で分かる方法が欲しかったんですよね。そこで生まれたのがコードネームなわけです。近年では、まあこのコード、こういう風な組み合わせで、こういうコードの次はこれでとか、そういうコード進行の理論っていうのも、まあできてきて、まあこのコード進行だといい感じの曲になるとか、あれですよね。で、まあそのコード進行の理論に基づいて、最近ではポピュラー音楽などが多く作られるようになっています。まあそれで、クラシック畑の人は、まあ、ポピュラー音楽で使われている理論、まあ理解しなくてもいいんじゃないかって思われる方もいると思うんですけれど、このコードネームを理解すると、クラシック畑の人でもかなりのメリットがあります。3つまとめました。1、響きをより理解しやすくなる。2、ミスタッチが減る。3、アンプが強固になる。はい、ということで、まあ私音大時代はコードネームあんまりよく分かってなくて、その後、大手の音楽教室に所属したりして、その時にコードネームを初めて勉強しました。それで覚えてみると、その後とてもピアノが弾きやすくなったんですよね。まあ実際にクラシックの曲を弾く時に、コードネームで曲を取れるっていうことができるようになって、アンプを確実にしたい時に、例えばコード進行を意識しながら弾いたり、あとは和音をつかむ練習とかをコードネームの理解の上でしていると、普段のクラシック曲でも、今何調で自分が何の和音を弾いてるのか、この和音にどんな意味があるのかっていうことを意識することができるので、やっぱり、まあ、その今弾いてる和音と関係ない音っていうのを弾かなくなったんですよね。でそうするとミスタッチって減りましたし、やっぱり響きの理解っていうのが自分の頭の中で明確になるので、演奏表現としても以前よりも幅が広がったように感じます。前置きが長くなってしまいましたが、今回はコードネームの基礎についてお話ししたいと思います。で、コードネームが何を表すかっていうと、先ほども言った通り、和音、音と音の組み合わせのことですよね。コードネームっていうのは、皆さんもご存知の通り、アルファベットで表されます。基本的にはコードネーム一つで、3つの音の組み合わせを表すんですけれど、例えば、コードネームの C、
C っていうのはアルファベット表記のドのことなんですけれど、これをコードネームにすると一言飛ばしでド、ミ、ソっていう風に作ります。ドから一言飛ばしでこういう風にミ、ド、ミ、ソっていう風に作りますね。ここドで、これは C のコードですね。ドミソ、こんな感じで、これが C のコード、ドミソなんですね。基本的にこういう風に一言飛ばしで、つまり和声楽で言うと3度の音程って言うんですけれど、一言飛ばしでこうやって重なっていきます。で、この3つの音の組み合わせのことを3和音と言います。はい、コードネーム3和音ということで、今回はまず3和音について紹介したいと思います。今回は基本的な3和音を説明して、その後に少しだけ4つの和音、いわゆるセブンスコードってやつですね、そちらについても少し解説をしたいと思います。鍵盤上でドレミファソラシドってありますが、でこれアルファベットで言うと C から C、 ドが C で C、D、E、F、G、A、B、C っていう風に表されます。ちょっとこれ紛らわしいんですけれど、ドイコール C なんですけれど、 C 単音ドのこととも言えますし、こうやって上についてある場合はこれはコードネーム C のコード、つまりドミソを表すっていうことが多いです。まあアルファベットで単音を表す場合と音の組み合わせ、コードネームを表す時があるっていうことです。まあ楽譜なんかで C って書いてある場合は普通はコードネームを表します。あとですね、例えばA の隣にちっちゃい小文字で M って書いてある時があると思うんですけれど、これは Am っていう風に読みます。はい、 Am です。で、 Am はラドミですね。この小さい M、 マイナーっていうのは悲しい感じとか暗い感じを表しています。それに対してこの M がついていないこの C のコードは明るい響きで、こっちはメジャーコードって言われます。で、メジャーコードはこのアルファベット一つで、ここには何も書かれていないです。これでメジャーコードを表しています。この Am 暗い感じと C、 まあ C かっこメジャーの明るい響き、どうしてこの響きに違いが出るんだろうっていうと、ここの2つの音程の間隔、幅の違いですね、間隔が狭いか広いかっていうことなんですよ。で、鍵盤ではこのドレミファのミファとソラシドのシド、ここ黒い鍵盤ないじゃないですか。なのでここって黒い鍵盤がない分、他の部分よりも幅が狭いんですね。わかりますかね。これの場合と幅が狭いの分かりますでしょうか。ここがないので。で、このシドとミファを含む、まあこの狭い音程のことを単三度の音程といって、この広い音程のことを長三度の音程と言います。長三度は安定した響き、単三度はちょっと暗い感じの響きです。ということで、このラから上に一言飛ばしで音を重ねると、シとドが絡んでるじゃないですか。ここが単三度音程になるので、他よりも狭くなって暗い響き、つまりマイナーコードになるっていうことなんです。なのでここは A マイナーです。はい、はい、ちょっと狭い音程、ここ、こういう風に書きますでしょうか。こういう風に、ここが単三、狭くて、ここは広い、広い、狭い。長三と、ちょっと見にくいかもしれない、長三と単三ということで、こういう長三はこれで、単三はこれでちょっと表してます。というふうな感じで、まずはこのドレミファソラシドにそれぞれ一言飛ばしで音を付け足していきます。そして付け足した音が何のコードネームで表されるかっていうのをちょっと解説したいと思います。はい、ということで、ちょっと見やすいようにもうドレミを書いてしまいました。では早速このレのコードからいきましょう。レファラ、まあ D で、あとはこれがこのメジャーなのかマイナーなのかっていう話ですよね。弾いてみましょう。レファラ、
こうミとファ、ここ絡んでますよね。絡んでいるのでここ幅が単3度狭いっていうことになります。はい、ここ狭いんですね。はい、なのでこれ Dm っていう風に表されます。どんどんいきましょうか。ミソシミソシ、はい、ここミとファこれ絡んでますよね。幅が狭いです。そうすると、はい、幅が狭いのでマイナーを書き入れて Em を表します。はい、次ですね、ファからラーとっていう風にやると、はい、ここはどうでしょうか。ここミファとシド絡んでないですよね、この下の音が。なのでここの幅は広いです。つまり、はい、マイナーではなくてメジャーの響き F だけでいいです。はい、ということで次ソシレ、はい、これは、G のマイナーかメジャーかなんですけれど、シとドとミファが絡んでないですよね。他よりも幅が広いので、はい、こういう風に広いので、これは G のままでいいです。 G、 まあ G かっこメジャーで、はい、で Am、 ここ狭いので Am になります。次ですね、シレファ、これあのマイナーと響き実はちょっと違うんです。なぜかというと C とド下絡んでいて、さらに上もミとファが絡んでいるので両方とも狭いんですよね。これ狭いですよね、両方とも、両方とも、まあ狭くて単三度の音程になっているので、その場合にはちょっと書き方変わります。 B のディミニッシュコードっていうんですね。 DIM って書いて、でこれ本によって表記が異なるんですね。 B マイナーって書いて、この 1,2,3,4,5 番目の音が普通よりも下がってるのでマイナス5って書くんですよ。これあのこれ同じ意味です、同じ意味です。これコードネームって表記が結構本によってまちまちだったりするんですよね。まあその辺ちょっとややこしいですね。はい、ということでこれで一通りドレミファソラシドの上に音を重ねることができました。ちなみに例えばこのマイナー系、じゃあ D のメジャーになるとどうなるのって思った方いると思うんですけど、その場合には、はい、ここ幅を広くすればいいじゃないですか。なのでここ真ん中の音を半音上げてあげます。つまりレファのシャープラっていうことになるんですね。ちょっと書き直しましょう。はい、ここを消して、ここにファにシャープが必要になるっていうことですね。これで D のコードにできるっていうことなんですよね。同じようにこれミソシを Em をE にしたい場合は B シャープにすればいいってことですよね。ここシャープですね。で音程も幅が広くなります。はい、音程幅広くこれでなりました。そう、シャープにすることによってこれで E のコードネームで表されました。はい、同じですね。まあ Am もドをシャープにすれば普通の A っていうことになります。はい、ちょっと先ほどの Dm、Em に戻して、でちょっとあの4つの和音ですね、説明したいと思うんですけれど、よく見るアルファベットの横に7とか書いてあるじゃないですか。例えばこういう風な感じで、よく見るのはこうやって G7 ですよね。 G7 でこのまあセブンスってどういうことかっていうと、ここソですよ。ソラシドレ1,2,3,4,5,6,7 番目の音が追加されるっていうのがセブンスコードなんです。この下から数えて7番目の音が追加されるっていうことなんですよね。でまあ一言橋なので弾く音は4つです。4つの音で構成されてます。なのでここ上にファを書き入れましょう。そうすると、はい、 G7 が弾けました。ということで、まあセブンスコードは初心者の方はまずこの G7 だけ覚えておくといいと思います。まあなぜなら初心者の方が一番やる、まあドが主役の曲 C メジャー波長調、その中で最も登場する割合が高いからです。ちなみに初心者がまず覚えておくべきコードはこちらの C、 それからこちらの F、 それから普通の G、
そして G7、 それから Am もよく出てくるので覚えておくといいです。 C F G G7 G7、 そして Am、 こちらを覚えておくといいですね。こちらのアルファベットが出てきたら、この和音を押さえられるようにまずはしましょう。ちょっと問題形式でやってみましょうか。私がコードネームを書きますので、書かれた和音を弾くようにしてください。はい、ではまずこの和音、このコード弾いてみましょう。はい、いいですか。これは C ドミソですね。次 F、 これは F が一番下でバラドですね。次、はい、G のコードネーム、さあどうでしょうか。これは G、 ソを一番下にしてソシレということです。では G7、 こちらどうでしょうか。こちらは G を一番下にして7番目の音、ソから数えて7番目の音も追加される G7 ですね。こちらできましたでしょうか。次 Am ですね。はい、 Am、 これは A を一番下にしてその上に2つ音を重ねる。で、ここが狭いので Am っていう風に呼ばれています。はい、じゃあ次はちょっとランダムでやっていきましょう。最初にでは G 弾いてみましょう。3、2、1。はい、次いきます。次は C です。いきましょう。3、2、1。はい、ということで、じゃあ次は G7 押さえてみましょう。3、2、1。はい、そして、次、そしたら Am 押さえてみましょう。3、2、1。はい、次ですね、最後 F、 F のコードを押さえてみましょう。3、2、1。はい、いかがだったでしょうか。まあ基本的にはこちらの、まあ、5種類ですかね。まずは覚えてもらえるといいかなと思います。はい、ということで今回はコードネームの学習基礎編でした。またセブンスコードなど続きを解説していきたいと思いますので、よければまたご覧ください。こちら役に立ったと感じた方はいいね、それからコメントなどいただけますと幸いです。それではご視聴ありがとうございました。